野の市市立野の市中学校は、石川県野の市市美濃にある公立中学校。66年の歴史がある歴史と、伝統ある、中学校である。町村合併により、1956年3月31日、石川県石川郡野の市町立、野の市中学校と石川県石川郡府奥村立、府奥中学校が廃校となり、1956年4月1日より、 二校が統合し、新たに、石川県石川郡野野市町立、野野市中学校が設置された。なお、開校当時は新校舎が建築中であったため、富岡小学校に一年の教場を置き、野野市小学校に二年、三年の教場を置いて、授業を行っていた。同年11月1日より、新校舎に移転した。それに合わせて、9号村の分村編入により、 旧豪村の一部が野々市中の校区に加わった。旧押野村は1957年より野々市中の校区に加わった。1974年には野々市の都市下による生徒像と教育環境の充実向上を図って現在の校舎が建設された。生徒数は約780名であり、市内では最大である。1984年4月1日に、 生徒増加に伴い、布水中学校が分離開校した。2021年夏に市内の高齢者施設9カ所に初中未満を初めて送った。本町5丁目、大木川丘菅原町、住吉町、白山町、美濃1丁目から3丁目、藤平、以下は、新近1丁目から3丁目、松消1丁目から3丁目、太平寺1丁目から4丁目、 淡田一丁目から六丁目、下林一丁目から四丁目、新城一丁目から六丁目、藤平田一丁目二丁目、中林一丁目から五丁目、神林一丁目から五丁目、矢萩一丁目から四丁目野の市市立野の市、中学校。ありがとうございます。